広報宮代10月号をダイジェストでお知らせします。ナレーションは宮代高校放送部です。今月の特集記事、特集記事は西原自然の森をめぐる小さな旅です。西原自然の森は旧家の住宅と屋敷林をそのまま残し、平成5年に整備されました。木々に覆われた中に移築された民家や郷土資料館があります。市民ガイドクラブ代表の千葉さんに魅力を語ってもらいました。歴史に触れながら静かな時を過ごしてみませんか。今月のピックアップ6ページでは映画会ボケますからよろしくお願いしますのお知らせです。8ページでは楽しく歩く学ぶウォーキングイベントのお知らせ。9ページでは野菜レシピコンテストの結果発表。13ページでは西原自然の森フェスタのご案内です。月刊宮代は人気お笑い芸人と学ぶ若者を対象とした消費生活講座が開催されました。ユニバーサルボッチャ大会、障害者と健常者が共に交流できるボッチャ大会が開催されました。子供クッキングレシピ、親子で一緒に栄養のとれるヘルシーなレシピのご案内です。第40回町民祭り、4年ぶりに2日間開催となり、踊りやみこしで盛り上がりました。以上4つの記事です。今月の広報は24ページ、読んでね。ナレーションは宮代高校放送部でした。